ボートレース若松の中間市行橋市協定組合施行55周年記念競争、行橋市政70周年記念競争は16日予選の3日目を開催した。長野総志郎43イコール福岡が船底に手応えを感じている。3日目 10R の因線は5着に終わったが、前半 3R は3コースから差して1着。握り込みの反応が良くなった。 乗りやすさも出てきた。上位だと思う、と、相棒28号機は乗り心地や出足関係が一気に上向いている。優勝した前走の大村では、足は中堅級も S 力とテクを見せつけた。今節は気力の後押しもあるだけに上位進出は必至だ。